アブドゥサラームはパキスタンの物理学者である。スティーブン・ワインバーグやシェルドン・グラ賞と共にワインバーグ・サラム理論を完成させ、これにより1979年のノーベル物理学賞を受賞し、イスラム教徒では初のノーベル科学賞受賞者となった。イギリス領インド帝国パンジャーブ地方にあるジャング県のサンタクですという町で生まれる。パンジャーブ大学で学んだ後、 1946年に奨学金を得て、ケンブリッジ大学に留学し数学と物理学を学ぶ。1951年に物理学の学位を得て帰国したが、1954年から再び投資、ケンブリッジ大学の講師、インペリアル・カレッジ・ロンドンの教授、イドップの所長を務めた。1959年、王立協会フェロー選出。 パキスタン原子力委員会とも関わりが深く、1978年に中華人民共和国を訪問して、パキスタンの核開発への協力を仰いだとされる。1983年には、第三世界科学アカデミーを設立した。1986年9月21日、中国科学技術大学より名誉博士号を授与された。ありがとうございます。